続きまして、エントリーナンバー77番、神奈川大学村上さんの作品です。私が高校生の時に文化祭での展示用のピンボールマシンを制作した際に高萩校に出会いました。それ以来ソレノイドの魅力に惹かれていたので、このコンテストに応募しています。レトロフューチャーテイストでソレノイドエンジンを搭載した夢のスポーツカーを描いてみました。大学での専攻は美術系ではなく機械工学なのでポスターのデザインは正直どうしたらいいか悩みましたが頑張って制作しましたとのことです。ありがとうございます。趣味炸裂しますねこれ2点高いエンジンすごい、10個だったんですよね。展示会で出てるやつかな。はい、そうです。ラコンガコン、うん、この色もわざとレトロですよねオーバーサイズ可愛らしい。ガルウィング、リアウィング、うん、昔のおもちゃとか、ね、あ、こういう感じですよ、ね、パッケージですよね。ちょっと歪んだ感じも、うん、これ実際作って発射したらどうですかね。ね、館さんどうですかこれちょっと足らないそうですね、テスラに対抗して出た、本当ですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。